何です？さあこれで4戦走りました。比較的距離は短距離がいいってことになりますね。あと道悪がいいっていうのは結構覚えておかなきゃいけないんじゃないでしょうか。いい感じだね。お、いきなり高塚健也早い。ジャパンダートダービーかな。ジャパンダートダービーは間に合うんだ。福永にするか、エビナにするか。エビナでいきましょう。エビナ好きやな。はい、何です？さあ、ベストの馬体重はいくつなんでしょうね。楽しみだね。あ、タプラースキー3区って、ねね、そうか、3区で勝利した方が良かったのか。追い込み、あ、いい感じだね。まあ追い込みかな。あ、でも調子がそんなに良くないんだ。はい、何です？おっと、482じゃちょっと軽量すぎる。ちょっとまだジャパンダートダービーは早いかもしれない。今週はレースがあるよ。状態が悪すぎる。ちょっと一旦取り消しましょう。ちょっとこの状態を回復しないといけません。はい、何です？484とかその辺かな。とりあえず回復しましょう。回復させましょう。お、嬉しいか。よしよし。クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。いい感じだね。お、嬉しいか。いい調子になってきた。よしよし、 いいじゃないでしょうか。函館記念出しましょうよ。はい、何です？あ、この体重がベストです。行ってみましょう。函館記念です。一番人気だね。 2.9 倍ですね。ただいまより投票受付を開始。キングトップガンが5番人気か。2番人気がマイネルスターリー、他3番人気がミッキーペトラ、4番人気はコロンバスサークルということで、距離直線が短いんですよね。これをこの客室へどう影響するか。函館記念です。2頭のゲートインが完了しました。体制完了。函館記念12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。お互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか。ミッキーペトラが上がってまいりました。内を通りまして6番マンハッタンスカイ、それからもう1頭キングトップガン、7番名称コーリア、その外からは8番マヤノライディン、それからアクシオン、
外を通りまして、12番ダイワジャンヌ、1番東証ウェイブ、その後ろでやりましょうか。5番コロンバスサークル、10番ダンスインザモア、2番マイネルスターリー、肩のキッチャブはしんがりから行っております。まあ、さあ先頭の方はどうなっているか、順位が入れ替わっておりまして、先頭はマンハッタンスカイであります。さあ向こう流しに入りました。外から1頭、3番キングトップガン、そしてその後ろからミッキーペトラ、名称コリア、外を通って8番マヤドライジン、そして6番手にアクシオン、ダイワジャンヌがその後ろ、12頭が第3コーナーに向かいます。東証ウェイブ、その外コロンバスサークル、10番ダンスインザモア、2番ファイネルスターリー、もう1頭11番カタノキッチェム、さあ こ, こ, から動き、これが先頭、3番キングトップガンであります。さあコーナーを回ると、あとは212メートルの短い直 線, 直線カタノキッチェム直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立った、ダイワジャンヌ並ぶか並ぶか、ワイデルスターリー、ワイデルスターリー、ここで先頭に踊り出る、内を通ってダイワジャンヌ粘った粘った、ワイデルスターリー1着、ワイデルスターリー、追い込みの怖さが出ましたね。気を取り直して次行こう。まだまだ本格発揮はもうちょっと後なのかもしれないです。馬がレースから帰ってきたね。いいね、勝負根性の S。 まあまずまず、ここは三段切って使ってみましょう。あ、放牧するんだ。作物ができてるね。農園に行きますか。作物ができてるね。農園に行きますか。大根か。お、なんでしょうねこれ。ヴィンテージビール。いい感じだね。はい、なんです？疲労がちょっと心配ですはありますね。ちょっと聞いてよ。何です？お、早い、もう入球できる。気合い十分だね。まあまあかな。はい、何です？なるほど、遠征はあまり得意じゃない。岩田行ってみましょう。はあ、いい感じだね。スタミナ伸ばしてますね。お、嬉しい。はい、何です？馬体重はベスト。まずまず調子を上げてるよということで、このパラメータを見ないといけないですね。調子もなんとかで絶好調だよとかもなあったような。今週はレースがあるよ。さあ状態がちょっと落ちてるが、いい感じだね。あ、ここで大根か。大根だが、ここはもう調子を回復させないとね。はい、何です？K
軽快な動きを見せているようになりましたね。一番人気だけど差はないですね。当選上だ。マイネルスターリー、この辺はやっぱり強いな。定量賞金高額 G1 に近い、G2 天皇賞秋のステップレース重賞初制覇なるか。さあ G1 に近いメンバーが集まります。札幌記念です。北の大地が熱狂する夏の大一番、秋への飛躍を誓う各馬であります。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。7番キングトップガンが上がってまいりました。それからもう1頭5番コスモデモヒン、サンテミリオン、それから11番ハリバーグ、その後ろでありましょうか。アクシオン、レッドデザイアがそのうちにいます。これをマークするように。当選上段ヤングアットハートがその後ろ、4番トーブ、3番ダンスインザモア、ちょっと離れて8番ワイデルスターリーであります。肩のキッチェム、しんがりからレースをしています。もう一度先頭から行きますと、依然先頭キングトップガン、第2コーナーから向こう流し、そのうちコスモネモシン、そして3番手に2番サンテミリオンであります。その後ろ3馬身くらいあってアクシオン、外を通って11番カリバーン、まもなく第3コーナー、そのうちに9番レッドデザイア、そしてその後ろから当選上段、それから1番ヤングアットハート、ミオバンドーム、外から1頭ダンスインザモア、差が開いてワイネルスターリー、肩のキッチェム、これがしんがりであります。先頭は依然として7番キングトップガン。さあ札幌競馬場のスタンドから大歓声が上がります。緑の帽子キングトップガンが先頭、肩のキッチェム、ものすごい足、レッドデザイアが2番手、頑張る頑張る横山とキングトップガン、かわしたかわした、レッドデザイア1馬身リード、粘った粘った、レッドデザイア1着、9番レッドデザイア、1番人気の肩のキッチェムが2着。なかなかうまくいかないかな。 G2 すら勝てないか。やられた。レース前からうるさかった。1着9番2着6番3着馬がレースから帰ってきたね。よっぽどの遅ず、あのいい仕上がりだね。遅咲き馬なのかな。いい感じだね。はい、何です？なかなか成果が出ません。ねえねえ、ねえねえ、はい、何です？はい、というわけで無臭我慢して、そういえばさ、というわけですね、デビュー戦 1.0 倍のなんですが、な、さ、函館記念3着、札幌記念も2着と意外と勝てません。まあデビュー戦からちょっと着差とか怪しかったですからね。次走秋競馬に向けて巻き返していけるかどうか、よければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。